出た。さん。新配信じゃない、ないでしょ、今。新配信で撮れちゃったから、一回わざわざ配信切ったんですね。浅間山電波ありますよ。これ浅間山？違うか。違う、絶対違うわ。浅間山ではないよ、これ。ものにあるわけない。西穂高がロープウェイから4時間半。でもきついって聞くけどね、西穂高は。どうなの？きつくないですか？雨飾り山は電波ない。全くない。ダメ、戸倉山も微妙だね。高田さん電波ありますよ。まあ、必要性がないってことですかね。尾瀬。尾瀬ってどこにある？何これ？ミス高山？皆さんのところの山ですか、それは。いや、わし、北アルプスだって。うわ、ケカチ三山全部ダメじゃん。全部アウトですよ。皆さん。キラウエア300行かないですね。妙義山ってどこにあるの？魚津のこの辺って何なの？あ、明美の方か。片貝の森のキャンプ場って何？片貝山の森キャンプ場か、これ。これ電波ないんだって、ここ。ギリギリ電波ないじゃん、ここ。ダメだ、これ。ドンタキこの辺にあるよね、ドンタキ。ドンタキ電波あったよね。ドンタキはあるんだけどさ。魚津の山ってやっぱり相馬岳だけど、相馬岳はない。難しいな。この辺は？電波の下見ですか？宍喰高原って石川県だっけ？杉ヶ平キャンプ場ありますよ、さっき見たの。ただ、ここに泊まるってことは、どこに行くときかね。やっぱ白君に行くときとかに泊まりたいけども、白君が電波ないですよね。右の画面？右の画面って何？この辺とか行きたいけど、電波ないし。ここは電波あるけどね。電波下みたいって何ですか？いや、県内じゃないけども、長野、岐阜、新潟ぐらいまでなら行けるんですけどもね。これ何これ？あ、これもう白川郷か。白川郷はすごいですね。いや、電波ある山登りますよ、私は。何、平良高校。これ五箇山。ここ菅沼。八海山ってどこにあるの？私は知らん、その山は。富山県の山なの、それ。宍喰ってこの辺じゃない？現在地は内緒です。いや、石川県までわざわざ山登り行かんかの。青少年自然の森っつったら、どこだ？立山の自然の位置はこの辺だよね。雷拝山の近くだもんね。このいつも博物館に入ってくとこにあるよね。いや、この辺だって山ないんだもん。山あっても周りのこの辺だからね。尖山とか行きたいけどさ、本当は。尖山行きたいな。でも電波ないんだよな。ギリギリで電波ないよな。実はあるのかな。
山頂だけで。影山は電波あるようになってますよ。あ、大辻山ありそうじゃない？大辻山ギリギリあるんじゃないか、これ。チョモランマ？チョモランマとか乗ってないでしょ、これだって。え？全くないです、電波。え、何これ？ダメだってさ。つば九郎？つば九郎は、どこ？この辺？その木山、その木山は電波ありますよ。つば九郎どこ？うん？もんだけまで行っちゃった。え？わからん。この辺じゃないの。まだまだこっち？その遠かったっけ？いや、わしだってさすがにこんなとこまで行かないですよ。木曽とかこんな南アルプスでしょ、こんなの。自転車で東京まで行かないですね。猿倉山は電波あるでしょ、さすがに。あだったら山。あだったら山ってどこ？東北じゃなかったっけ？霞沢山。あ、これもあれ上高地じゃん。目がしょぼしょぼしてきた。ん？福島やんの？富士山有名ですよ、それは。自分で検索できないの？こんなんで検索できんの？できるじゃん。うわ、あ、全くないわ。あ、一切ないわ。あ、全くないっすね。もう四方もないですね。立山は何回も登ってますよ。うん。蔵王。え、これ清水岳。やだね。この辺何があるの？全くないね、この辺ね。彦根山ってこと何？滋賀県ってこと？いや、ちょっとそんな遠くは行きたくないですね、山登りで。この辺、平湯か？栃尾温泉。だか。ああ、ここにキャンプ場あるな、一個。水晶岳連覇ある？そう。本当に？水晶だっけ？はい、なりません。え、フォーマとかじゃないの？水晶だけ電波ないですよ。アルカイダは電波あるかな？水晶電波あったらこの辺もあるはずだもんね。なんでさ、クルーザーわしの本名を知ってんの？わしの本名しか書かれてないね。アルカイダとわしのこと間違えてる人もいるけどね。いやー、この辺ダメじゃの。薬師もあ、薬師なあ。薬師。富士山登った方がいいですか？一回は。そうですか？わしだけ電波あるけど。で、わしだけ。こっから何？これ。
ここ何がある？このなんか通路あんの？ここに。赤嶺が8月2日に富士山登るの。よし、山の日がいいんだけど、でも山の日に富士山なんて登れないでしょ、どう考えても。形なんですか、これ。で、これだってあれでしょ？方言バスでしょ、ここ。たまに電波あるとこあったっけ？まだ起きてます。まあ、静岡行った時にね、浄土、竜王、鬼、獅子。竜王だけ二つあるね。こう来て、わしだけ、飛山。ちょっと待って。え、富士山配信した。富士山配信みんなすぐしてそう。手軽にできてそう。あれ、岐阜県になるんだと。なんだこれ。出てこないんだけど。富士山は電波のしなくて心配しなくて、立山もそうですよ。立山も電波心配しなくていいよ、そこ。なんだこれ。2時になったわ。ちょっと待って。五色ヶ原山荘。五色ヶ原山荘が、わしだけど裏手にあるけど。いや、この辺か、五色ヶ原って。この辺か？ギリギリダメなのか？うわー、ギリギリダメか。ダメだ。奥穂の山頂から配信できる。那穂高は割とあったけども、でもそこに行くまでが配信できないのがなんか嫌ですよ。微妙な。何が映ってた？富士山はいいかな。富士山はまあ一生のうち一回って思っとけばいいわ。いや、高い山ではなくてですね、登山道、そして山頂付近全部電波あるとこ探してるんですけど、低山でいいんですね、全然ね。富山県内ならば。いや、ヨクサローザは電波あるけれども、硫黄泉は電波ないことになってますね。硫黄泉。ここが、でもここが山頂かどうか知らんぞ、わしら。硫黄泉なんて登ったことないね。なんかここで電波切れるんじゃないの？なんか登山口この辺にあってさ、まあ、展望台までが行きゃいいんですかね。でも車で行けることになってるな、これは。それリストアップしてほしいんじゃないかね。先っちょだったらいけるか。いや、富山県の山で十分ですよ。桜ヶ池電波あるよ、これ。ここなんかワカサギ釣りできるらしいですよ。実はね。遠いけど。話によると。この山なんだろう。袴、越山、わかんない。高尾山じゃない。丸つんぼり山って。山と湖がある方がいいですか？大巻温泉系、これもしかして。え、これ、この部分だけ大巻温泉なの？もしかして、これ。そういうことか、これは。庄川峡。え、これ、ここだけ大巻温泉だから電波作ったんですか？これ。そういうことか。違うかな。そういうことでしょうね、きっとね。
牛だけ、あれ？牛だけ、あれ？牛だけ？牛だけ？私あれ？昨日行ったとこちゃう。これがリフトか？で、この辺か、昨日放送したのって。ここか？いや、昨日だからライトアップ見てたのって、ここかね。このリフトの先っちょのとこかね。そういうことかな。違うかな。浅間山荘はどこら辺にあるの？浅間山ってもう長野県の反対側じゃないの？だいぶこっちの方じゃない？全然わからん、この辺。何があるの？え？まだ遠くて来られないっすよ。でも山たくさんあるの、この辺。山梨県になっちゃった。八ヶ岳。八ヶ岳はどうなんですか？微妙な感じだな、これ。八ヶ岳めちゃくちゃ電波あんの？遠いけど、めちゃくちゃ、わしがんとこからは。電波あるんですか、八ヶ岳は。いいね。この辺なんかいろいろ、あ、これ、あ、違う、これは上高地か。本格登山の装備なんて持ってないですよ。霞沢だけ電波あるそうですよ。わしは詳しいのは富山だけですね。富山でしかも、立山方面だけですよ。北海道は全然行かないですよ、多分ね。え、これなんか、これちょっと色変わってんのってそういうことなの？これ。ここまで 3G 使えますとかそういうことなの？あ、そういうことなんだ、これ。舳倉島とかどうなんですか、舳倉島。おっと、舳倉島。舳倉島電波ありますね。ええー、今度電波あんの、これ。余裕なんですか、舳倉島電波。ええー。行かないよ、舳倉島なんて、あなた。めちゃくちゃ遠いじゃん、これ。能登半島の先っちょから。かなり遠いっすよ、これ。こんな距離あんの。ええー、どんだけ距離あんの、これ。え、めちゃくちゃ遠くない？これ。いや、舳倉島一回行ってみたいですけどもね。あれどこにあるんですよ、これ。怖くない？ちょっと。小さすぎない？富山県なんて離島がないんだもん。あれはあれ、アムガシマってどこ？アムガシマ乗ってないんじゃないの、これに。これか、アムガシマ。アムガシマ電波あるか、これ。この辺大丈夫かな。この辺のキャンプ場もしかしたら泊まるかもしれんしな。島尾キャンプ場バンバンですね。島尾キャンプ場 OK。天原市のキャンプ場どれ？あれ？あれ？松田へ？あれ？え、西之島ってどこにある？あ、ちょっとこの辺に山あるぞ、これ。あ、二神山。あれ、二神山微妙だな、これ。二神山のキャンプ場ってこの辺か？あ、これ、二神山キャンプ場。うお、なんだこれ。電波あるんか、これは。初見の方、いらっしゃい。これ電波あります、ここ。このキャンプ場。どうなの？わからん。初見の方ばっかりですけどもね。こんな街中に山ないしの、あんまり。ライチョウ沢はバンバンですよ、これ見ての通り。ライチョウ沢はもう完璧ですね、これ。素晴らしい。もうど真ん中に位置してますからね、これ。この電波のバンバンどこの。まあ、これは前から私もしてたことですけども。もし行くとしたら、ライチョウ沢にキャンプテント張って、そのまんまどっち側行くかですよね。立山方面に行くか、別山方面に行く。どうするの？山と湖があるところで泳ぐ？どうする？有峰の話。桜ヶ池か？この辺は何がある
この辺何電波あんの？大観峰これ。いや、ここら辺は安定するでしょ、この辺一帯は。あんま途切れないですよ。心霊配信が見たい。牛だけ飛んでるってことないですね。大日はないのかな。大日はないね。残念だけども。前称名から登山口ありましたけども。大日はまるでない。こっち方面とかどうですか。桑崎山、なし。ここに埋蔵金がね、眠ってるっていうね。久留米タウンの電波拾えます。牛岳トンネル周辺で心霊も電波も山奥。電波ある山に登りたいからですね、やはりね。稲見の八乙女山？知らんの。稲見。あ、これダメですね。残念ですけど、まるでないね。ここね。まあ、上高地部でもこれ、だいたいその通りじゃないですか、上高地も。どこ行った上高地。これが上高地。最終池はバンバンで、この田代池入るところで電波なくなるだけですからね。ガス出ると電波通らなくなるの。いや、もちろん私は、やはり、地元民の強みを生かしですね、もう天気予報を見ていきますから、もう前日に決めますからね、私なんて。まあ、その最悪その日の朝に決めてもいいんですけど。動画でもいい？いや、もう行くとしたらやはり、宿泊ですね。さすがに上高地では、上高地はでもあれか、日帰りになるけど。上高地だったら、どっか山登らずに。その日はですね、東西南北どこに行くか決めてる。北になったら奥さん、これ日本海ですよ、私も。北に行ってどうすんの、これ。舳倉島の方行っちゃうじゃん、これ。上高地のキャンプ場ってどれ？でも昔なんか、横山さんがさ、上高地でなんか、キャンプしてなかったっけ？もうほぼなんか、道みたいなとこに泊まってなかったっけ？これか？いや、これ違うな。上高地のどこにキャンプ場あるの？それこそ徳沢？こなし平ってどこにあるの？え、剣じゃなくて、なんか、穂高登ろうとしてた時じゃなかったっけ？力也さんか誰かと一緒に行ってた気がする。そうそう、みどりさんがね、力也さんと一緒にどっか行ってたよ。で、途中で引き返してたけど。かっぱ橋の横にあった。かっぱ橋の横。え、もう、あじさ川。この辺系、ビジターセンターのところ。天保山、電波バリバリでしょうね、それはね。なんだあれのこれ、白い文字になってる。横尾徳沢こなし平。こなし平ってどこにあるの？徳沢ここでしょ？横尾でしょ？こなし平は？この辺？馬場平テント場ってあるけど。馬場平。ここのこと？もしかして。違う。こうやってみんな行くの。槍の方に。槍ヶ岳山荘テント場とかあるけど。こんなん、テント持ってけないわ、足は。いやーでもね、とにかく、結局は立山登るってことでしょ。初見の方、いらっしゃい。ここ何やの、これ。飛騨市立山の村中。テント、わしのやつ重たいんだって。あと、アメニティドームだもんだって。山岳テントじゃないしね。一人用山岳テントじゃないしね。くそ重たいアメニティドームだから。それを担いでですね。でもまあ、さすがに無用道から雷鳥沢キャンプ場はそんな距離ないでしょ。1時間くらいで行けるでしょ。こっからここでしょ。そこぐらいまでならね、
全然、テントをおぶって行って、だからこれ設置して、そこからね、身軽な状態で行きゃいいんでしょうけども。湖で釣りと水泳。湖で水泳って怖くないですか？大丈夫なんですか？琵琶湖とかの話。琵琶湖ぐらいだったらいけるのかな。チルチケ緊張でございます。まあ、てんこ盛りなんていうのは揃ってそうですけどもね。あ、大辻山ちょっと考えとくかな。大辻山は私登ったことあるしな。薬師岳、薬師沢でさ、尺イワナが釣れる。薬師は電波ないんじゃなかったっけ。この山なんですか、この山。何これ。ヨヨベ山？わかんない。これ電波バンバンですよ、この山。何これ。極楽坂も電波ある。え、極楽坂ってことは、これ、ライチョウバレンどこか。あ、ライチョウバレンスキー場は電波バンバンなんですね、これね。ライチョウバレンのこれ、ゴンドラでしょ、きっと。スキー場ですから、電波あると。谷川だけはダメだよ、さすがに。遠いし、危険だし。しいな、おめえ。あ、ここにね、一個、廃村があるよ、この辺に。電波ないけど。ペラバトル終わりましたね。この辺に廃村が一個あるはずです。もう明らかに電波なさそう。わしが前行ったとこどこだっけな。上市のね、ダムの近くなんだけど。どこだっけ？いおりじゃないな。わし、上市の前、稲村ってとこ行ったんですけども、どこだったかな？上市側のダムのとこではあるんだけど。どこだっけ？この辺じゃなかったっけ？ここ借りてます。匿名希望さんありがとうございます。この湖かな。もっと上だったっけ。いやー、これ山になっちゃうな。バンバ島だよな。バンバ島まで行かないんだよ。まあ、そこ電波なかったしね。バンバ島行って、こう中山登るのいいと思いますよ。中山って剱岳がもう真正面に見える山でしょ。キャリアはドコモですね。ドコモのサービスエリア使って。中山からの剱岳は多分素晴らしいと思いますね。じゃあ、いつもだから上市の方に行ったら、剱岳見ようとしたら近づきすぎると中山で隠れるんだよね。バンバ島行くまでは電波ないんだよね。湖の岸辺に浸かって涼しい。富山県だって湖がね、もう黒部湖か有峰湖しかないんじゃないかな。本当の湖っていうと、上から見てわかる通りね、大きいところがこの有峰湖、アルミネもでもダム湖みたいなもんだよね。あと黒部ダムの黒部湖でしょ。ここ。わし前黒部ダムのガルベ乗ってどこら辺まで行ったんかね。黒部ダムの上に船浮かべて船でとかこの辺まで行ってたよね。安全な川？
泳げる川じゃ多分富山、まあ神通川じゃなくてなんだろうな。泳げる川じゃあるんかね、富山って。小牧ダムってこっちの方け。小牧ダムって大牧ダムの近く？大牧温泉の近く？黒部の方行きますよ。黒部の方は、結局、うなずきになっちゃうな、これね。あ、ちょっと待って。うなずきで、トロッコ乗るとして、うなずきかトロッコ乗って、え？どこまで行けんの、これ。電波あるじゃん、ずっと、これ。こっから電波なくなるけど。だし平から猫股の、金釣りから電波ある。また電波なくなって。欅平は？欅平はあると。欅平あるって。まあ、トンネルあるけど。ここだけある。先っちょの方。ここから歩いて2日くらいかけて黒部ダム行けるよ。こっち。鹿島槍電波なし。ここなんですか、ここ。何これ。え？何これ。電池ですか？電池は大丈夫だと思いますよ。これ何これ。え？一の沢の頭。え？どういうことこれ。なんで？なんかあんだ、ここ。なんもないっしょ、だって。高千穂ダイヤ。ユーノルダリスさんが借りなくて大丈夫ですよ。いやー、白馬なー。白馬行きたかったの。人口カバー率かね。白馬ダメやな、これな。菅池から。会計は全部バンバンだけど。スキー場？白馬のスキー場ってもっと下の方じゃない？菅池ゴンドラリフト。この辺はバンバンだけどね。いいや、白馬行きたくないですか？近いし。電波ない。大設計とか電波ないですね。いやー、まあ多分そのうちできそうだけどな。そのうち電波と立たないかな、白いわね。無理かね。小谷村。ただ立山あるじゃん、このように。何これ。え？立山じゃん、これ。何これ、何これ。立山あるけど、ここに。立山バンバンですよ、これ。え？登山いつするの？じゃあ、晴れたら近いうちにやります。あの、この立山あるの。長野県と新潟の間ぐらい。バスが通じてる。あの立山。徳倉山か。糸魚川。糸魚川。三谷三海じゃ。これ辺か。首輝三海。妙高山。妙高山も微妙ですね、これ。アコンカグアってどこなの？アコンカグアってアジアか。あ、アジアじゃないか。ヨーロッパで。わからん。どこやかわからん。黒姫山。ここまちょっと遠すぎるかな。上越。
全然わからんな、この辺は。いや、意外とないもんじゃのう。お花見御前山？猿倉山でしょ、これ。猿倉山は電波あるよ。え、卯辰山はありますよ、もちろん。え、野田山ってことは野田山墓地の方ですか。野田山墓地というと、白山寄りですよね。8号の、あ、違う、山側環状かね。金沢大学が、金沢大学者どこ行った？あ、卯辰山バンバンですね、これね。これ金沢大学、これですね。あ、これ奥卯辰山で、こっちが卯辰山ですけども。港区の青山が電波ある。わしの母校だね、これね。これじゃないわ、こっちだわ。で、わしはこの辺に住んでたっていうね。この角間新町のこの交差点をこうですね、これ Y 字路を右の方に行きですね。で、この一つ目のですね、この坂道をね、登ったところにあるんですけども。で、これか、大学ここにあってさ、ね、大学ここにあってアパート群がさ、この辺からしかないからさ、ね、大学が山の中にあるおかげでさ、この上はもう山だから何もないしね。家もないし。この登り坂がここにあるんですけど、登り坂がこうやって、ずっと。ここがイオン、森の里店があってですね。これね、この敷地ね。まあ、熊もよく出てましたけど。そういうことです。まあ、金沢の山は、って感じだね。第7餃子はここにある。第7餃子はここら辺です。あ、イオンの向かいだね。この辺だね。熊にやられた生徒は今のところいなかったと思います。熊にやられるよりもみんな、なんか自殺者が多かったね。やっぱりね。やっぱ金沢の気候が悪いと思うよ。この辺はバンバンですね、学生街で。でも、金沢大学ここになってさ、でもこの辺に北陸大学あるよね。こっちの方がだいぶきついと思うよ。北陸大学薬学部とか、もっと山の方にあるんだよね。ここに何これ。金沢学院大学ここにある。正直、こっちの方が山の方だと思う。金沢大学よりも。北陸学院大学、ここにある。この辺大学が集まってたね。もうみんなもう俺、ものすごいさ、坂を上り下りしてたんですよ、毎日毎日。山の中にあるから。近大の医学部はこんな街中にあるんですけどね。ぼんぼり祭りの方はね、ぼんぼり祭りって言ったらこの辺じゃなかった。ああ、もうバンバンですね、この辺はやっぱり。いや、行きたいですね、今年もね。10月だよね。湯涌温泉のね、玉泉湖これかね。玉泉湖電波なかったんだけど、電波今ありますよね、これね。え？一生かくまで渡りたくないっつってんの？でも、角間の方がめちゃくちゃネタがあるんだよね。配信者としてはね。ブラック温泉はバンバンですね。ブラック温泉って結構、悠然と近いんだね。こうやって見ると。悠然自然公園っていうのがここにあるんですよ。電波ないけど。まあ、大体わかりましたわ。大体の電波状況は。
ネタのある山はね、やっぱ立山はネタが豊富ですよ。もうなんか宗教的なネタだけど。いや、まずとりあえず立山ですね。とりあえず立山の雷鳥座は。白山は電波なかったですね、さっき見ましたけど。まあ、あとはなんか、どの辺乗ってさ。白山電波ない。白山。あれ？白山。あれ？本当にないですよ、これね。赤倉に馬刺し食いに行こう。赤倉っていうのはどこですか？こっちの方ですか？馬刺しなんて言ってんの？赤倉って。え？これにあるんだっけ？あれ？ドコモのホームページに電波入るって書いてあった。なんかそれをただ、なんか剣も入るみたいなことになってましたよね。どういうことなんかね。妙高も電波なかったですよ、さっき見たら。仕分け、どこも。妙高ここら辺じゃなかった。火打ち山。これだ、これ。あれ、なんか壊れた、壊れた。微妙な感じだね、妙高のこれ。どっから登るのか、妙高って。上平にある熊の料理の店？上平ってどの辺ですか？なんとの？上平って文字残ってんのかな？だから、五階馬も上平だっけ？上平小学校あるじゃん、ここに。このとこに熊肉の店がある。妙高は、なんか、上越と妙高って言ってるしね。面白い離島とかもなんか探したいね、でもな。佐渡はすごく電波ありそうだね。こうやって見るとな。わし、今度この辺に行きたいんだけど、全然電波なさそうじゃない。 海沿いしかないじゃん、電波。そうでしょ。この辺はありそうね。伊勢島。この辺はすごいね、三重のこの辺は。奈良もまあまあ。和歌山がなんかな。富山と違って綺麗ですか？市内以外は僻地。まあ、全然どこか決めてないけどもね。まあ、海沿いだけか。山の方は行かない。多分 JR 沿線でしょうね、わしが行くとしてもね。紀伊半島南部はバスがなかった。いや、JR ずっとつながってるでしょ、これ。海沿いずっと。ありがたいことに。乗せ橋行くとしたら青春18だから。素晴らしいね。JR がちゃんと走ってますね。この辺ずっと走っとるぞ。いいね。富山と違いますね。ここから出てます。
ずっと繋がってるじゃん、これ。すぐ一周できそう。三重で伊勢海老。いや、三重に行ったらわしはハマグリ食いたい。いいですね、これ。ここで分かれてるの、マジである。ここでハマグリ食いたい、ここで。この辺で。伊勢神宮はちょっと行くか分からん、ね。琵琶湖もすごいですね、これね。琵琶湖の、琵琶湖のこれ何？琵琶湖だよね、これ。琵琶湖の中全部電波あるんだね。そう、その手は桑名のなんとやらっていうからね。食べてみたいわ。琵琶湖にも島があるんですか？琵琶湖に入ってる島？これ？わからん。琵琶湖はアンテナ刺してんですかね、どっかにね。福井県はどうですか、福井県は。バラバラだな、この辺。なんだ、これ。あ、これ、これ石川じゃん。まだ石川、大正寺。この辺は加賀温泉かね。ドコモがいいですか？家勝手に移しても申し訳ございません。まあ、平野にある感じですかね。平野に電波もあるって感じですか。見た感じ。富山平野。これ、砺波平野って感じ。平野が栄えてるから。富山は結構平野が広いから、電波ある地域も少し広いんじゃない？ちょっと心なしか広く感じますけどもね。こうやって見ると。角間山？まあ、立山だろう、とりあえず今年も。今年も立山だわ。うん、剣とか無理無理、まず。まあ、前回はだから立山の、大何とかしか行ってないけど、もう先に行きたいね、もっとね。先の真砂とか、別山の方までは。結局電波ないですね、皆さんね。あんなだって御嶽山とか富士山とか遠すぎて行けないしね。で、テント担いで行きますよ。やっぱ立山はね、室堂まで行けますから。うん、室堂まで行けますからね。ここまで、車で行けるから。ここからここまで歩けばいいんでしょ。基地局背負って行きたいぐらいですね。まあ、皆さん、ちょっとそこは転校しないのでね。海外。海外はちょっと。海外みたいなもんでしょ、これ。雨だといかない。雨というか、天気悪いといかないですね。まあ、マットが厳しいよね。マットがね、だいぶかさばりそうなんで。どう入れるかだよね、マットに関しては。え、暫定日はもう今週末ですよ。今週末晴れたら行くし、今週末もし雨だったら、来週末がキャンプで、来週末がね、静岡県、石川県、富山県合同キャンプがあるんですよ。その次の週が、お盆で多分、和歌山の方行くだろうから。でも、8月の後半になるんですね、今週末逃すと。え？小樽行か。いやー、難しいね。立山に、立山来るアルペンルートはね、富山県民が今、なんだっけ、2割引きでしたっけ？ 1 割引きだっけ？そういう期間なんですね。それ8月31日までなんで、それまでに行きたいですけども。ぜひとも。富山県民限定のね、あるんですね。え？
ガスト集合じゃないですよ。集合はキャンプ場になるかな。全然リアトツいいんですけども。多分ね、テントは満帆になると思うんでね。満帆。まあ、地元を優遇しないと地元民来ないですからね。予算200万じゃないですよ。天狗山？天狗山？どここれ？こんな山ある？全然わからん、この山が。室堂から浄土、この室堂山とか、この辺？天狗山？全然わからん、この山。登れるんですかね、これ。上納金100万円で人止めてるんですね。あ、とにかくちょっとここで、どんな感じになるか見てみるか。ガソリン代もらってないですね。テント1個しかないからね。地獄谷は入れないですね、今ね。地獄谷温泉じゃなくて、御厨ヶ池温泉だったら入るかもしれないですけどもね。キャンプ場にファンって何？いや、わしのアメニティドームって5キロもあんのかな？あれ。5キロだっけ？あれ。重量。アメニティドームです。アメニティ。アメドです。東尋坊の掛け先で、スイカ割りはしないですね。アメニティドーム M の重量がですね、書いてあるのこれ。書いてないか。スノーピークオンラインストア行ってしまう。ん？重量か。アメニティドーム S で、重量が5キロ。あ、5キロなの、やっぱり。あれ？ 5 キロもあんの、あれ。いい。水は2リットル持っていくしかないですよね。まあ、最悪現地調達できるんだけどね。室堂のバスターミナル降りたところに玉殿の湧水が湧いてるから、そこでいくらでも調達できますよ。空のペットさえ持っていけばいい。水こじり歌い放題ですよ、そこ湧いてるから。あ、よくだから富山でも平地で立山の天然水とか売ってますけどもね。あ、それは多分あの辺の水を詰めたんだと思います。で、腹壊さないって全然。わし何回も飲んでるから、あそこの水。金稼ぎできるわけないでしょ、わし持ち帰る術ないのに、あれ。あれ日本一高いとこにある湧き水なんですか、玉殿の湧水って。何でも日本一つけたがってるね。一応、室堂もなんかトロリーバスは鉄道扱いだからっつってさ、一応室堂のバスターミナルは日本一高いところにある鉄道駅なんですよね。あ、ライチョウ沢がもう水場あるの？あ、そうなんですか。あ、もうライチョウ沢で水場があるんだもん。ナナシちゃん誘ったけどダメだったわ。あと御厨ヶ池温泉も一応、なんか、一番高いところにある。風呂って言ってるしね。温泉って言ってるしね。まあ、ナナシちゃんはキャンプだけはしないって話ですよけども。前々からみんな誘ってんだけど、ライチョウ沢でキャンプしませんかっつって。誰一人として OK を聞いてることないですね。もう時期ないから。もうだいぶ前から誘ってたんだけどね。もう次ないもんな、キャンプするしそうなところがもう。この間テントの中で大洪水させてませんよ。まあ、冬はだから平地でキャンプですね。しかも冬は冬やってるところじゃダメなんだよ。
ライチョウソワキャンプの見どころなんて何もないですよ。とにかくみんなで行動はレントをして、ね、行動を見て楽しむっていう。富山県に行ったらキャンプします。いくらでもいいですよ。事前連絡があれば。いや、まあ、会う人にとりあえず誘ってないかわし。一緒にね、2500メートルあたりのところでキャンプしませんかっつって。寒いけど。え、費用増し持ち？いや、費用増し持ちというか、無料のところで泊まると思う。まあ、ライチョウザワキャンプ場もね、まあもちろんちょっと交通費は払えないけど、多分ライチョウザワキャンプ場一泊500円とかでしょ。冬に富山行きます？傷病院の近くでキャンプ場、傷病院の近くは多分キャンプ場ないね。この辺でしょ？立山少年自然の家のキャンプ場とかになるかもしれない。費用出さないですよ。さすがに。チケキノコさん誘ってないですね。自然の家みたいなのあるでしょ。さすがに交通費出さないですよ、私。電波状況、キャンプ場で電波状況はほとんどいいですよ。平地の場合は、特に。山の方でいいのはやっぱこの立山のライチョウ沢じゃないですかね。他のところだと海沿いばっかだもんね。浜黒崎キャンプ場、ここでしょ？私が前キャンプ場のところって。貸別荘は無理ですね。違うわ。墓の木じゃないわ。大島キャンプ場が、ちょうど黒部に入った、ここにあるね、大島キャンプ場。そんで、次はもう、園毛山。杉沢の沢杉、ここやったら、園毛山キャンプ場、ここですね、園毛山キャンプ場。墓の木がね、墓の木はこの辺にあるはずなんだけど。あ、これが墓の木のキャンプ場。ゴキブリが腕を登ってきた、今。あ、自転車のハンドル握った。キャンプ場多いですか？立山で歩く距離って何キロぐらいですか？あ、ドヤマランドのキャンプ場もここにありますね。ドヤマランドキャンプ場。ここも電波ありますね。で、あとこっちの方行ったら、朝日町の宮崎の方のキャンプ場。越中宮崎があって。あ、これが翡翠海岸オートキャンプ場。オティンティンランドじゃなくて、ドヤマランドです。ドヤマランド。熊本とのキャンプ配信は電波最高だった。そうですね。あれは浜黒崎なんですけどもね。なんであんなと、あそこまで電波なかったのかわかんないですね。やっぱソフトバンクだったからか。どうか。ちょっと待ってくださいね。こっちの方の、島尾キャンプ場だけがあるんだけどさ、天原市キャンプ場と松台キャンプ場がどうなるかわからない。いや、これはね、単なるいろんなとこ見て電波あるかとか調べてるだけですね。氷見の方はどうかな？全然ないよ。これスポンサーを決める配信でないですよ。まあ、そんな感じです、皆さん。寝ます、わしは。かゆいかゆい。じゃあ、わーわー言っておきますけども、時間です。水はこじるけど、売らないですね。もちろんこじりますけれども。皆さん見ててちょっと、富山県中心になってましたけども、どうしても。キャンプ場以外でキャンプ場捕まりますよ。下流。テレパドルは寝ながらしますんで。いや、もう今日はゲームしないですね。あ、お腹すいたな。でもお腹すいて今食ったら寝れんの。いや、夜勉強になったわ。